前回のあらすじ、京の町へと移り住むことになった氏真たち。そこで氏真は6月に開かれる天覧試合に参加することに。結果は6回戦敗退。天覧試合優勝を目指すため、氏真は鹿島の町にいる師匠の下で修行を受けに行くのであった。さて、ようやく鹿島の町に着いたな。やっぱり私たちは今日よりこっちの方が合ってるわね。どこがですか？さあ、氏真、ここで僕伝からすんごい技を学んでくるのよ。師匠、お手柔らかにお願いします。安心せい、苦しまぬよう人たちで終わらせてやろう。これもしかして私死にます？さあな。でも氏真、前の天覧試合で戸田制限に勝てたしいけるわよ。そのうち、いつになるんだろうな。やっぱり師匠の移動力高いな。武力114だしな。ここは私も国旗で能力を上げなければ師匠に立ち向かえませんね。バカ者、ちゃんと前を考えてから使わんか。あべし？まずは一撃を与えるところからだな。これは先が思いやられるわね。お前には特別じゃ。ほれ、体力を回復させといてやったぞ。なんて優しいのかしら。これで宿屋に泊まる時間を省けるな。これってつまり拷問なのでは？じゃあ。でもまだなんとか体力残ったぞ。は、早くこの前から出せねば、逃げられると思うたか？神道流、究極奥義、一の太刀。ちょ、お手柔らかにって言ったじゃないですか。やめてください。このままだと死んでしまいます。な、なら当てみてどうだ。ほう、当てみか。では、お望み通りもう一度一の太刀を見せてやろう。あ、やっぱり無理ですよね。すみません、こんなんでなんとかなるわけないですよね。この技やばない。一の太刀、どんな防御技も効かないから出されたら自制の句を用意しなさい。若なら任せてください。さらば氏真。ニガさん、神妙剣。霊夢さん。神妙剣、遠距離攻撃よ。ですよねー。どうして剣豪はどいつもこいつも遠距離攻撃持ってるんだよ。そりゃ刀は短いからでしょ。説明になってねえよ。霊夢さん、この技は？羅刹、体力を消費して気合全回復よ。つまりダメージを与えたってことでよろしい？ダメに決まってんでしょ。アホなこと言ってないで集中しろよな。そうでした。あ、どうもお世話になっております師匠。なんかこう同じ方向向いて横に並んでると気まずいわね。そして一目散に距離を空ける氏真。だって怖いんだもん。この位置ならこの場所に移動して。よし、もらったー。は？今確かに氏真の攻撃入ったよな。見ての通りよ。なんじゃ？肩叩きでもしてくれたのか？師匠。防刃ベスト着てますね。トランはバカ者。ソフマップ。これはかなり絶望を感じるな。断末魔がね。いやそっちかよ。ちょっと、道場から抜け出してどうしたのよ。霊夢さん、私気づいたんです。何をよ。ヒゲの習得の仕方が間違っていると。現実逃避しだした。な、何を言ってるの？師匠を倒すしか方法はないわよ。いえ、きっと他にあるはずです。師匠だけじゃなく他の剣豪と手合わせして勝利すれば、貴殿にこの技を授けよう、とか言って新技を教えてくれるはずです。完全にゲーム脳だな。てかさらっとアイス原稿祭倒してるし。ふふ、これで彼から新技を。ぜひ、これからも手合わせしてくだされ。よかったわね、アイス原稿祭の札が手に入ったわよ。そっちじゃねえ。そうだ、師匠の道場の師範代を倒せばいいんだ。きっと道場によって習得できる秘技があったりするんだ。そうに違いない。現実から逃げるな。はい。てなわけでここからしばらく氏真が切られるところをお楽しみください。鬼畜かな。ちゃんと編集しろや。切られすぎる氏真が悪いのよ。なんで私のせいなんですか。現在28勝26敗、順調に負けが進んでいるな。今まで積み上げてきた貯金がなくなっていく。むしろ今までよくそこまで貯めてきたわね。おい、その位置での国旗はまずいんじゃないのか。あまりにもやられすぎてうぷ主の集中力がなくなってきてるわね。もう切られ慣れすぎて感覚ないですしね。頼むから成仏してくれ。は、これは許されたみたいですね。運がいいわね。よし、今回も読みが当たりましたね。しかしこのダメージ量である。もうだいぶ師匠の攻略法は分かってきましたよ。大体師匠は私の方へ向かってくるので、このように三角形を作るようにして移動すればいいんです。それ別に普通のことじゃない。しかもそれを読まれて裏回られてるし。その時は運が悪かったと思って諦めましょう。お前二度と攻略語るなよ。だって難しすぎるんだもん。まあでもこのゲーム始める前まではまさか太閤立志伝が死にゲーだっただなんて思わなかったわね。氏真で極伝に挑むからだろ。お、今回も入りましたよ。今回は調子いいな。あと2、3発ってところかしら。その間に一度でも攻撃食らったら終わりっていうのがきつすぎるな。また入った。これは稀に発生するデレ牧伝。そんな牧伝は嫌だ。あと1発入れば勝てる。勝てるんだ。どうしたの氏真。ここで連続斬りを放って勝負を決めます。その体力で倒しきれるのか。いや、無理だと思うんだけど。これで終わりだー。
よっぱ。これでまたやり直しね。ってあれ？助かった、だと？これはもしかして、めちゃくちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさってやつなの？例えが古いんだよ。今の合唱の攻撃範囲に入っていなかった。であれば一の太刀は使ってこない。ということは師匠の次の行動は、そう、神妙拳。神妙拳なら一発耐えられる。だからここは素直に相手の背後に回って攻撃だ。本当に来たぞ、神妙拳。あとはこれを耐えてちゃんと極電に攻撃を命中させれば、勝てる。いけか、勝った。勝ったぞー。まさか負け越す前に勝ってしまうなんて、すげえぞ、氏真。さて師匠、約束です。師匠の技教えてもらいますよ。うむ、見事じゃ。わしの秘伝の技をお前に譲ろう。大勝じゃ。はい。あまり教えたくはなかったんじゃが仕方ないの。いやいやいや、そんな技一度も使ってませんでしたよね。そんな技とはなんじゃ、声も立派な武器じゃぞ。よかったわね、氏真。恐喝に使えるわよ、きっと。畜生。でももしかしたら使える技かもしれないわ。試してみましょう。いやもう説明文だけで十分なんですが。上昇系能力を打ち消すとか普通に出番ありそうだしな。やっぱいらないわねこれ。だから言ったじゃないですか。これ以上道場にこもると氏真が一酸化炭素中毒になりそうなので外に出してあげたわ。どんな道場だよ。さっきの日々で私の心は折れそうです。とまあこんな感じなので一旦修行は中止よ。そして次の展覧試合まですることないから久しぶりに酒場で仕事を受けるのか。今回は仇討ちの仕事よ。なんで借金取りやら仇討ちやら物騒なのばかり選んでくるんですか。で、ターゲットは博多の町にいるみたいね。これまた遠いところだな。目立たぬよう用心棒などは雇わないでくださいね。まんじゅうは連れて行ってもいいですか。はい。さて、博多に着きました。ターゲットの名は確か半助ね。お待ちしておりました。半助はちょうど在宅しております。では、行きますか。見つけたわ半助、ここがお前の墓場になるのよ。てなわけで先生、やっちまってくだせー。お前が言うのかよ。一度言ってみたかったセリフなのよねー。まったく緊張感がないな。ふう、師匠とやりすぎてまったく歯応えがないですね。呼んだか。今、師匠の声が幻聴の症状まで出てくるとはね。で、半助はどうするんだ。私の役目はここまでだと思いますので、ここは本懐を遂げさせてあげることにします。さあ、とどめを。半助、お覚悟。うぐ、は、なぜ急所を外した。姉上、ごめんなさい。私には人は辞めることはできません。か、簡単にござる。こんな年派もいかぬ娘にしてやられるとは。よく我慢したわねあの娘。復讐心に飲み込まれなかったな。しかし、恨みを買うというのは恐ろしいものですね。そうね、私たちも気をつけないと。だな。半年後、次の展覧試合まで残り1ヶ月なのに、ここまで新しく覚えた技は大活のみ。でも伝説の技能とか少し上げましたから。それを展覧試合でどう生かすのよ。で、そんなこと言いながら医術の修行をしているが、展覧試合までに氏真に重要な秘技を習得してほしくてね。そんな秘技があるなら最初から教えてくださいよ。まあ物事には順序ってものがあるから。はい、これでどうですか。よし、これで習得できたはず。止血、傷薬の上位技だな。わかりやすく言えばベホイミね。なんでこんな重要な技を前の医術の修行の時に教えてくれなかったんですか。レベルが足りなかったからよ。素直に知らなかったって言えばいいのに。ああ、展覧試合がもうすぐ始まるというのに、さっきの修行のせいで体力が。大丈夫よ、そんなこともあろうかとさっきの一作で稲取を買っておいたわ。なんでそんなもん売ってんだよ。これを飲めば宿屋に行かずとも体力を回復できるわ。だからこれからは時間の節約のために回復はこれで行くわよ。ブラックすぎんだろ。もうそれじゃあしずちゃんに会えなくなってしまうのか。お前はお前でそっちの心配かよ。さあ氏真、修行の成果を見せる時よ。任せてください。数分後、3回戦で負けました。なんで前回より成績悪くなってるのよ。あの修行は一体何だったんだ。だって大活覚えただけで展覧試合勝てるわけないでしょ。ぐ、全くの正論だな。仕方ない、ちゃんと防具も揃えてあげるわ。むしろ今までなんで揃えてくれなかったんですか。それはその、あれよ、師匠相手に防具なんか意味ないからよ。防御力上がるの知らなかっただけだろ。だって武力上がるとかの記載もなかったし。とりあえずこれからはいい防具を見つけたら買うようにしましょう。それで、次の展覧試合までどうする。師匠のところに戻るか。そうね、でもその前に、やっぱり氏真、あんたはもっといろんな技を習得するべきね。前に師匠を倒すしか方法ないとか言ってませんでしたっけ。あれはお前を逃がさないために言っただけだぞ。そうだったんですか。氏真、未来ではあんたのことなんて言われてるか知ってる？未来？氏真とかですか？すんげーネガティブ。違うわよ。未来の人たちはあんたのことをね、ファンタジスタ氏真って呼んでるのよ。ファンタジスタ、
ファンタジスタっていうのは創造性あふれるプレイで観客を魅了させるサッカー選手のことよ。蹴鞠やってただけなのに。武力の低いあんたじゃ他の剣豪と渡り歩くのは厳しいわ。だからいろんな技で武力の低さを補うのよ。なるほど。それではこれからどうすればいいのですか？それはね、今日から鹿島の町へ行くまでにある忍びの里で忍術を得得するわよ。剣豪とは一体。ということで今回はここまで。よければチャンネル登録、フォロー、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。それじゃ、またねー。